終わりっすか。部屋でやらないの。ここ大きい机があって台本とにらめっこしてました。めっちゃ大きい机がある。部屋の机さ、いつも配信こんなんじゃん。公的やんくって。そうだから、ここでちょっと飲み物もあるのでここに来ました。ベストリダーさんを楽しみにしています。あさって、なんかあと2部3部がまだお話し会チケット残ってるから、もうちょっと来てほしいですねってさっきマネージャーさんが言ってた。誰かよかったらどうですか、追加などいかがでしょうか。部屋でやらない。あ、じゃあこれ読んだわ。アンニョン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 さん、ヤホイ。人がいて楽しいんです。行きましたって。 BPM さんこんばんは。僕は仕事中ですよ。たつ仕事中なの。ケロポンズのイビカに崩したい。めっちゃ見たい。スペインなの。日本だよ。ヒリニアさんこんばんは。東京東京。アンネイさんどこにおるん。ダイちゃんいらっしゃい。ラウンジの方が快適だった。机はね、そうなの。トークポート開催決定したので、6日から予約開始で13日の8時からです。でも今回は稽古期間中ということもあって15分枠なしです。10分枠だけ。日吉の日だからツイートしたワード。え、見た。ありがとう、嬉しかった。めっちゃユッティ、何？あ、エミティって言いたい。カミツツシドリです。はるかさんに言われて見に来ました。あ、こんにちは、NM さん。こんにちは。はるかさんってどのはるかさんだろう。はるかさんってどのはるかさんですか。お久しぶり。エミティ仕事頑張って。頑張る。もうずっと今配信しながらこうペン握りしめてるんだけど。タクトさんこんばんは。お疲れ様です。タカさんオーラ。お疲れ様です。お、だるまさんいっぱい来てる。だるま、だるま。トークボード予算ないぞだって。つかさん、つかさん予算ないぞって。ごめん、はるかって俺です。源氏名です。名前出すなーって。あ、達弘さんははるかなの。そういうこと。だるまさんナイス。たまねぎさんありがとう。ずっと見てくれた俺です。便利やな、だるまってほんま。そうなの。え、嬉しい。じゃあ達弘、はるか、はるかこと達弘さんに言われてで来てくれたんですね。 NM さんお久しぶりです。めっちゃ久しぶりですよね。だって私だって今日達弘さんに言われるまで知らんくって。拍手来てくれてたんよね。顔見たら分かるぐらいかな。音符ありがとう。言って今回やめとこうかなって。お、水川さん安定のカウントアップ。安定のカウントアップですね。これは温かいココアです。フェイスタイムさんフォローありがとうございます。言ったユーティー。
ークポートあるんですね、お話しした。え、徳田さんお話ししようよ。13日、ヒルって結構長く配信したのって。1時間ちょっとかな。皆さんこんばんは。ココア、あ、知ってるよ、ココア。大ちゃん、後ろの会話が日本語だから見えないけど、いつもスペイン語とかやから。ナベちゃんこんばんは。いつもより長めに伸ばしておいたね、さすが。え、多分覚えてくれてると思います。10回ちょっと行きました。マジで東京ですか今。東京でだってお仕事してるんですもんね。今私も東京にいるの。え、そう言ってたんですよ。達弘さんが言ってたから、何、お客さんでグループが好きな人がいるんでしょ。だから私今東京いてて、で今は11月12月東京いるんですけどけど明日が目黒でトークイベントと MC があって、で6日あさってが新宿で対面お話し会があって、で11月23から27まで新宿村ライブで舞台やって、12月21から27まで池袋で舞台があるんですよ。だからもしよかったらお客さんともアフターで来てくれたらめっちゃ最高やなって言ってたんですやばくない？何飲んでんの？ココア。ココアです。カードの支払い見るのが怖い今日ことごろやばいやばいやばい。わかるわかる、そういう時わかる。めっちゃでも気持ちいい。でもワクワクがいっぱい。唐揚げにレモンかけておいたね、さすが。ゲーム名しかしないからはるかって言ったでしょうね。だ、名前バレたぞ。だってミドルネーム、ミドルネーム達弘はるか、なんちゃら名字あ、ジブリパーク外れたの。いつ行けんやろね、あれね、ほんとね。ありがとう、しんじさん、告知ありがとう。暑くて飲めへん。飲めた。そう明日はトークイベントですね。どうぞ。11月の収入請求、収入の倍以上いってるって。塚さんは社長さんだから大丈夫。コーヒーに練乳入れといたんで、あ、絶対美味しいね。で好きやねんね、私コーヒーの練乳大好き。コロナにかかった時それめっちゃ飲んでた。今日レイの客来るらしいようだった。レイって読む、言うの NM さんは。みんなバラすやん名前。しゃべっといてください、よかったらお客さんと一緒に来てくださいお客さんとアフターで舞台鑑賞最高じゃないウィンウィン、私もウィン、レイさんもウィン。カズくんこんばんは。仕事頑張りました、よかった。4月くらいから赤字続き、ファンシー少しセーブしないと。だってファンシー行き過ぎ違う、あのお客さん来るらしいよってこと。え、ここに、ショールームに。そういうことか、レイの客、そういうことか。レイくんなんかと思ったNM さん名前バラしたんかと思った。達弘さんのことはるかって言ったから。カフェに練乳入れたらマックスコーヒーなんてたでってめっちゃ美味しい。吉野さんチラリ
なみに今日午後に玉ねぎさんの好きなリボイスの前に行ってみたって。ひらがなやったから名前かと思っちゃった。完全に勘違いでしたね。すいませんすいません。勘違いした。何言ってんの、謎って。謎増やしてないよ。やって何増やすんですか。ゆうやくん、こんばんは。久しぶりのココア。推しを増やしてないよってこと。増やすといえば、もしよかったらお話し会増やしてください。お話し会をぜひ増やして、みんな2部3部があともうちょいある。もうちょい。セカさんもシンジさんもサーヤ推しでしたって。サーヤさん、サーヤちゃんは何色。もしもしですか。機会があればぜひ行かせていただきます。仕事あるので失礼いたします。めっちゃ丁寧。めっちゃ丁寧じゃん。そんな感じ。そんな感じ。ぜひ来てください。ツイッター見てくれてるんやんな、 NM さん。 100m ランナーさん、こんばんは。画質いいですか。今日はすーちゃんともチェキ撮ったよ。お、いいな。りょうくん、こんばんは。さあやさんとはストロベリーガールズじゃない。ゆきー、リボイスって違う名前の時行ったことあるわって。名前変わってんの。はっ、ゴッドナイスさん、100m ランナーさん、ありがとうございます。ラウンジで台本とにらめっこ中なので静かめ。声ちっちゃめ。金毎度一応補充完了、ありがとうございます。お仕事ヘアスタイル以下に回せなくなる感じをしてるって、さすが自粛最高、さすがです。あー、マジで言葉丁寧な人をヘルプ行ったみたいな。あれは客来るから大変。そうなんや、すごい、ありがとう。ユキ、ユキじゃない、タツミルさん。今ちょうどピッてね、なんかこう、うん、コメントが下がってタツヒロさんのとこがユキになってユキって呼んじゃった。もうありがとうございます、来てくれてよかった。すごいね、すぐ来てくれるんやな。すずちゃんいるよ。チャチターさん、 お疲れ様です。ストガの篠宮さあやさん、いつかブルータスがライブするところをやって、そのアジスタがお邪魔します。みんなトークポートが発表されたので13日、みんな見に来てねって思って、あと名前バラしたので説教するわやって。後輩、同期、後輩、
チェスターコート買うか迷うな、なんて。どんなやつですか？すごい可愛い感じが、さあやって。あ、明日は、明日ね、イベント来てくださる方は一部二部両方あの特典会出ますので、よかったら一緒にパシャリして。ほんまれさん、こんばんは。明日ワンちゃん池袋リボイス行くけど、やって。目黒に来ようぜ、目黒に来ようぜ。紫担当がどうした？紫さん、こんばんは。あ、後輩なんや。若いんや。じゃあ、きっとだからめっちゃ丁寧言葉なんや。すごいね。昨日席戻った、終わってた、ごめんよ。ええー、で、元気さん。全然ええで。今日来てくれてよかったで。私の足は赤の人。すずさん。SY さん、こんばんは。池袋行ってから目黒？池袋からの目黒。難しかったかな。わかった。はるかやべはやめとくわ。達弘さん。小林さん、いらっしゃい。初見？池袋行った後は渋谷ね、やった。目黒は。新宿、池袋、渋谷、品川やね。目黒は。私は職場に行ってから京都へ帰ります。京都、今日はラウンジ、ホテルラウンジ、ふふって確かに本名知らん、本名知らんからね。本名知らんかったよね。タイが違うの？目黒は？絶対こうアマゾンで買うか、アンジービーで買うか迷う。アンジービーで。ゆうさん、かわいい。ありがとう。ぽちぽちさん、こんばんは。夕食終わるの使ったら、特典会だね。こんな感じ？忙しい。まあ難しいね。難しいとこですよ、ゆき。これがミスのスイートルームの？よくよくニヤニヤして近くで見てた。あんま文章丁寧すぎてめっちゃ落ち着いてた。今日もかわいい、ありがとう。それ私と明日トップバッター。あ、違うんや。目黒は私の目が黒いうちはいけないです。白くなって来られても困るけどな。今どこ？ホテルのラウンジです。食べてるの俺も10代。アーモンド。あ、テスターコートユニセックスじゃないからな。そういうことか。なんかアマゾンか。かつきさん、こんばんは。紫の子が待ってるで。すぐ行く。こんといて。こんといて。爆笑一周。一周かな。亀田美香のマシンガントークの日ですね。マシンガントークはしやんよ。西九条から ATC ホール。
貢ぎ物。小竹の話、マジで神だやん言いながらニヤニヤして見てたよ。何人か後輩のこと見たもん。そんなに？マジで？あの後も喋ったでって、イベントマジで行ったってやって言っといて。イベントマジで来てって神枝が言ってたでって言っといて。なんかもう1時間ぐらい。おー、うるさ、ごめんなさい。この枠はでももうちょっとで終わろうかなと思ってます。リボルバートーク、どんなトーク、中身確認しとかないと。どんなん、東京行くよ、イセナー、ワイワイ。一部も二部も配信つけた、ありがとう、ただゆきさん、本当にありがとう。届くように声張るな。あと箱だけ私は殺されるって、殺さんよ。今日はいい推しの日だ。推しの配信、誰推し、眠れてる、めっちゃ寝てる、ありがとう。コメントスルーされるだけか。読む読む、ちゃんと最後まで言います、サンキュー。さて、物渡す境、現世用意しといて。何何何何何、渡される、どういうこと。リリーすぎて逆に推しツイートできない。そんなに多い。明日の配信もその髪型を映ること願ってます。私や、13。ゲンナマって何、誰推しなんてここで言えない、言って秘密。言えんの、あ、MMMM さん、お帰りなさい。はるかさんがいて、高めださんファンのお客様来るのに相談します。え、やった、来て来て、待ってるよ。玉ねぎさん、音符ありがとうございます。現金、現生って、現金っていうの。初めて知った。ゆって知ってるやろ、やって神枝恵美かやんな。初見のさん笑ってる。これツイート、ツイートちゃんのコメント打ったの横で見てるんですか。一応は対面の会場で配信来ると予想って。さあどうでしょう。言うのは現金、あ、違う感じの現金。何見て、ちょい怒って、名前を出すなと。ここでは達弘やで、言うて、達弘さんやって。はるかって誰って言わなあかん。みさまちゃん、こんばんは。さあどうでしょう、もう可愛いだって。さてどうでしょう。音符ありがとうございます。一瞬画面変わっていい？一瞬画面変わるわ。で、あ、嘘、合ってる？こうしたら横向きになるから。あれ、あ、いけた。
んでもなかった、間違った。磯丸さんこんばんは。ダメ、お話し会の後に新宿駅で3人が配信見てるのある。前回そんな感じやったん。カズさんチュロリー、お部屋に入れないの。うん、入れる、全然入れる。ユーティーバレバです。ラウンジで飲み物飲みながらやってました。どの写真アップ OK でどの写真 NG か分からなくなって、いい推しの日にツイートしにくい。分かんなくなっちゃう。貝崎沢副隊長さんかわいい、だって貝崎沢副隊長さん誰誰。この後輩とあんま喋ったことなかった、これ聞かれてめっちゃ喋った。素敵。お友達になった、いずれ2人で来てくれるんじゃん。ここまでは来るんよファンレベル、こっからは上がりにくい。お話し会前もロッテリアでいつものメンバー大事に出た。仲良しか。明後日も、さて明後日も仲良し配信見学するのか否か。どうでしょうか。ここは広くて机が結構ここ使うの。ほらテーブルになってて、でなんか作業するときとか便利やし、ピーポーピーポー聞こえた。お豆の写真とか NG やけど、どの写真かそれかわからん。そういうことか、ファンクラブとかのやつも載せたらあかんしみたいな。貝崎沢副隊長、貝崎沢副隊長誰どなた、私知ってる。プラズマクラスターもある、飲み物も飲めるの。ここは飲み物、ここは飲み物飲んでたら上持ってってあかんから、ここで飲むの。先月はここからアプリ更新したら最初から2回してくれた。最初から2回は悲しすぎるんよ。マニクオの写真も NG、 確かに。ワルトピープ喋るまで近づきがとったって言われた。ナンバー入ってる人怖いイメージあったらなことないね。なんかなんかだってヒロさん、しかもだって2ヶ月の後輩とかやったら確かにね、もうその喋れんよね、確かにね。先輩に、大先輩じゃん。あ、サエさんか、ウルトラマンデッカーか、なるほど。今何のことかなとほんまに考えちゃった。サエさんかわいいね、一生かわいい。サエさんはずっとかわいい。私インスタいいねあんましやんけど、サエさん結構いいねしちゃうもん。スクラッチの写真もね、そう宮沢サエさんアカウント変わっちゃってんな、言うてな。うん。見た、言ってた、コメント覚えてるわ。初めから2回はやばすぎ、さえちゃんによくいじられたわやって。そうなん、そんな感じやったん。素敵。さえさんのファッションとか大好きです。スクラッシュの写真ほとんどダウンロードしないけど、え、なんでダウンロードなんでしてない、いらないの、ダウンロードしてよ。知らなかった、みんなダウンロードしてないの、スクラッチの写真って。
あれは 毎月スクラッチ用にちゃんと撮影に撮影をしてるんだ。あ、そっか、同じ名前でいけだけよかった。確かに確かに、この機会に可愛がっています。待ち受けギグ載せた、見てたら待ち受けを教えて見てますか、わ NM さん待ち受けなんですか。あ、ファニコンでいつでも見れるからダウンロードしないってことか。それびっくりした。もうなんか一回見ても終わりかと思った。これには興味ないんだよってことかと思った。あ、タマネさんダウンロードしてる。30分経過、ありがとう。スクラッチ2ヶ月してないの内緒です。バラしちゃったけど次回してください。次はフランスのお土産、うん、あ、嘘、え、ちゃうわ、フランスのお土産次か、ちゃうわ、フランスのお土産か、今がカレンダーだよね。12月のカレンダーやったから次もフランスのお土産かな。楽しみにしててください。明日と明後日は魂だけでも遠くに送ってきます。あ、東京にあれします。キラキラありがとう、ともれぎさん。カズさん魂もらうな。焼肉食べすぎて。そんなに焼肉食べたん？早かった、めっちゃ。しんじさんこの間たまにさん、お星様ギラギラありがとう。おとき一瞬消した、ちょっと待ってね。11時までやったラウンジ。そのこの時間はさ、部屋におるからさ、11時。土日よろしくね。そう、 Wi-Fi が多分途切れちゃったラウンジ出たから、うん、じゃあいいお時間なのでそろそろ部屋に戻って明日の準備します。そう、明日はもともと2部だけやったんやけど、1部も MC で参加することになったんで、 MC よろしくです。1部もね、急遽来てくれる方は特典会はやるんで、よかったら来てください。あとでも遠く確認してきますお母さんと通信絶対うせえから見といて、達弘さん、エネオさん絶対うせえやろこのあと寝方でバトル始まるやって。何かわいい、猫ちゃんめっちゃかわいいんだけど。マスク肌色です。今日は肌色、さっきまで白やってんけど変えた、稽古後に。しゃあ、つかさん1部待ってんで2部はねずっと前からやってたので、2部はトークイベントです。トークイベントちゃんと喋るからいっぱい、まあ、MC も喋るんやけど、1部2部来てくれる方は明日1日よろしくお願いします。あさっては、よし、なんか充電がなかった、ごめんなさい。2部3部がまだチケット残ってて、もうちょっと埋まってほしいですねってさっきマネさん言ってたから、もしよかったら2部3部よかったら来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。まだ申し込みできるんでね、ぜひぜひ来てください。トークイベント、そして一部のライブ MC のやつはお取り置きチケットで事務所にメールしていただいたら見れるので、行けるので、よかったら来てください。お待ちしております。一部行きます。お話し会かな、ゆきね、待ってます。ありがとう、楽しみにしてます。よかったら2部3部も
1個ぐらい追加してみてください。まずさが終わっちゃう、ごめんなさい、もうね、すいません。ほんなら、じゃランキング読んでいい？ランキング読んで終わります。よいしょ。13位チャキベイさん、12位ラグオートさん、11位みっちゃんさん、10位 UT、 9位 100m ランナーさん、8位よしのりさん、7位なべちゃん、6位ともちさん、5位ゆき、4位ゆきわさん、3位ずかさん、2位ただゆきさん、そして1位はたまねぎさんでした。ありがとうございました。じゃあ1回部屋戻るわ。ありがとうございました。こちらこそ、あざす。じゃあまた明日ね、よろしくです。今日は早めに寝よう。バイバイ。ほなまた明日、おやすみなさい。ラウンジで優雅に終わるつもりやったのに追い出されちゃったから、こんな変ななんかドアップマスクなんだけど、ごめんね。勉強になりました。23時までした。はい、ほんなね、おやすみ。ありがとうございました。またね、バイバイ、おやすみなさい。お昼お待ちしてます。バイバイ。エレベーター来るまで待ったかな。あ、来た。じゃあね、バイバイ、またね。